ファーンボロー国際航空ショーが2024年7月22日から26日の期間で開催されますが、このショーの席上、イギリスの BAE システムズが次期戦闘機の実物大のコンセプトモデルを発表し、そのデザインが画期的という情報が入ってきました。今回は、そんな F3 戦闘機開発が実物大をモックアップで開発加速を詳しく見いきますね。やっぱり、次期戦闘機開発は純国産でできそうに感じています。その頃は無人機の時代になっているでしょうね。イングランド南部のハンプシャー州ファーンボロー空港で2年に1度偶数年の7月開催されているファーンボロー国際航空ショー、今年は7月22日から26日まで開催されていますが、次期戦闘機の参加国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが自社ブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているそうです。航空自衛隊は戦闘機について3機種を運用する方針で、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニングに A、B とマクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F15J、DJ、三菱重工業製の第4世代 F2 戦闘機を運用していますが、F2 戦闘機は2035年から退役開始予定のため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発、製造を目指して同年から収益させる計画を立てていたそうです。ちなみに、F15J は、パイロットが、1人の短座型、F15DJ は、2人乗りの複座型です。F35 の A タイプは、通常離着陸型で、スガ、B タイプは、垂直、短距離離着陸機型、ストブルで、現在、海地が軽空母改修を進めている出雲、片子栄冠の改修完了後に、艦載機として運用される予定なのです。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは、2010年8月に、防衛省が、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して以来です。この中では、将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターを提唱しています。この I-3 ファイターのコンセプトとされたのは、20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング、次世代ハイパワーレーダー、敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に強いフライバイライトなどです。30から40年後の2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンが示され、これらの開発のため、技術研究が進められました。また、この時点では、後継機種については、開発コストがかかりすぎるので、海外からの導入を検討すべきという意見もありました。さらに、契約金額が数兆円単位になるので、海外からの注目度も高く、2018年7月時点、ロッキード・マーティンが、第5世代ステルス戦闘機で、世界最強の星空戦闘機と呼ばれている F2 にラプターに F35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案しました。他にも、ボーイングは F15 をベースとして F15J、DJ よりもさらに性能を向上した機体、イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みは激しく、中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかという推測が大勢だったのです。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で、新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定され、中期防において、将来の戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を、取得するとされ、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されました。国際協力も視野に入れながら、日本主導での戦闘機開発に着手すると決定、海外の既存機を導入しても、国内防衛産業の技術蓄積というメリットはなく、価格ダウンが期待できないので、次期戦闘機に関しては、国内企業主導による開発を進めるという方針を示したわけです。2020年10月、
当時の岸防衛大臣は、三菱重工業を開発主体に選定、正式に契約を結んだことを発表。その他三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画して、次期戦闘機開発が本格的にスタートしました。とはいうものの、日本は、これまで、戦闘機を独自に開発した経験がありません。国産戦闘機とされて、平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーティンの F-16 ファイティング・ファルコンの派生型に過ぎないと酷評されているほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には、海外企業による協力は必要不可欠だったのです。海外の協力企業は2020年末までに選定するとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれました。2020年12月、防衛省が支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったと明らかになりました。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画と、イギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で、進行中だった次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、第6世代戦闘機を共同開発して、それぞれに配備すると発表したのです。2023年12月14日、東京で、日本、イギリス、イタリア3カ国防衛省会合が開催され、その席上、木原防衛大臣は、イギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の、管理目的の国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO を設立するための条約として GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結されました。こうして次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したのです。今回のファンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルはこれまで三菱重工業や BAE システムズが発表していたコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化したようです。三角形のデルタ翼になったので幅が広がったのです。この理由については海外メディアが推理しています。戦闘機同士の空中戦、ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、次期、戦闘機は空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐように方針を転換したのではないか。また、空気抵抗をより低減するデザインにして、主翼の広がりで揚力が増すことで、ミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかということです。次期戦闘機は、日本にとっては F2 戦闘機の後継であり、イギリスにとっては、ユーロファイタータイフーンの後継となります。どちらも空中戦能力のみならず、対地攻撃能力が重視されているので、ペイロードの増加は重要ポイントです。BAE システムズでは、2024年7月、ファンボロー国際航空ショーの前に東京で開催された説明会で、設計最中であり、コンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも、設計の進展を反映したものとみられます。フルスケール模型公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声も上がっています。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では、政権与党の保守党が大敗して労働党政権に変わることになりました。ということは、国防政策が見直される可能性もあり、開発費が見通せないという GCAP からイギリスが離脱するのではないかと見られたのです。しかし、ファンボロー国際航空ショーに姿を見せた労働党のスターマー新首相は、GCAP で、我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調したのです。この事実を見る限り、
新政権でも GCAP は継続されるという見方が広がっているとか。